自立したユニボーになってくださいね。はい、明るいユニコちゃんめっちゃいい、ありがとうございます。明るく元気に頑張ってまいります。頑張りますよ。そう、今日午前中に部活に行ったんですけども、私陸上部なんですけど、もう外が暑すぎて本当に溶けるかと思いました。ゼロさんこんばんは。こんばんは。皆さん今日外出ましたか？あの午前中の外が暑すぎて本当に暑かったんですよ。そういうこと、オーディション頑張って、ね、ありがとうございます。頑張ります。そう、めっちゃ暑かったんですよ本当に。この時期の外部活はやばそう、やばいんですよ本当に。本当に暑い。陸上部だったんだ。はい、陸上部なんですよ。陸上部本当に暑かった。もう今日本当に一言、あ、暑いしか言ってない。外仕事頑張ってきました。お疲れ様です。暑いですね外仕事。新潟暑すぎるですよね。新潟超暑い。年はいくつですか？年は13歳の中学2年生です。ちょっと自己紹介中もそう壁に貼らないとって言ったのに結局やってなかった。ちょっと書きますね。今日はめちゃくちゃ暑かった。暑かったですよね本当に。暑かった。何度だったんでしょうね。40度いってないのかな。陸上部の種目は4種をやっています。そう、4個の種目の合計得点のやつ。アータンさんかわいい、ありがとうございます。アータンさんお、若いね。若いかもしれないです。そうですね、うん、ほぼ最年少みたいな感じ。どうだろうか。あ、ちょっと自己紹介今からこの紙にちょっと書きますね。あまりにもちょっと情報量が少なさすぎて、オーディションナンバーユニコーしか書いてないので。4種競技、はい、4種競技なんです。今日の温度は星の温度。暑いってこと。マイク遠くなった、声変わり、小さくなったよ。あれマイク、あれマイクしてない今。声変わり、小さくなったよ。え、小さくなっちゃいました。聞こえますか。あれちょっと聞こえてなかったら言ってください。あれマイクにした方がいいのかな。でも声でかすぎて皆さんの耳がやられてしまうかもしれない。聞こえるよ。あ、ありがとうございます。合格したら押しますね。あ、ありがとうございます。どうぞ押してください。こんな私ですけどもよろしくお願いします。そう、声が聞き取りづらいかな。あれ聞こえてるよ。ありがとうございます。あれマイクした方がいいんですかね。ちょっと一旦マイクしてみますね。そう、4種競技ね。そう、4種競技の競技は砲丸と高跳びと最初より小さくなって、あれちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、今うるさかったですよね。マイクを雑に扱ってしまった。で、聞こえますか？あ、お？こんばんは。音が小さくなった感じがしたけど、あれ？今はどうですか？あれ待って。わあ、わあ。ん？イヤホン壊れた？マイクですかこれ。平気だよ、大丈夫ですか？あ、これマイクの響くやつってカラオケの時だけでしたっけ？あれ？これイヤホンつけてる意味あるのか？あれ？それはマイクです。あれ？あのマイクの音声になってます？え？ボリュームこちらで上げたから大丈夫。あ、ありがとうございます。私もちょっと上げますね。私は上げて意味があるのか？あれある？わあ。あれ？マイク、まあいいのか。歌ったらそうなる？イヤホンさしてマイク使わないと声が小さくなるのかも。ああ。え、じゃあイヤホン使わない方がいいのかな？どうでしょうか？お、のりしおさん初見です。ありがとうございます。ユニコです。13歳の
中学2年生です。マー君さん、はじめまして。はじめまして。合格したらメンバーみんなから可愛いって言われてる光景が目に浮かぶ。光栄です。いやー、言われてないのに照れちゃう、ちょっとこんばんは、こんばんは。グッチさん、あ、グッチさん、野グッチさんだった。野グッチさん、こんばんは。ある程度はこっち側で調整できるから大丈夫だよ。ありがとうございます。じいさん、そんなに変わらなかった。あれ、変わらなかった。私が声を張り上げるしかないですね。お、かわいい、ありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、いっぱい投げてくださる、嬉しい。アキメタルさん、イヤホンありでも大丈夫ですよ。 ありがとうございます。これから歌おうと、ちょいと歌おうと思っているので、ちょっとね、その時はマイクを使いますね。あ、のぶさん、こんばんは、こんばんは。ユニコちゃん、こんばんは。また見られて嬉しい。 ありがとうございます。また聞いて、聞いてくださって。あれ、ペンがどっか飛んでた。あ、おはようございますさん、初見です。あれ、おはようございますさん、おはようございますさん、なんか聞いたことがあるぞ。こんにちは、ありがとうございます。ジンさん、いや、こっちで調整したからいいよ。ありがとうございます。でも声を張り上げますね。カラオケしないの、あ、します、します。ちょっとその前に、あの、自己紹介の紙をどうにかしようかと思いまして、ちょっと最低限の13歳を書いておきますね。ちょっと13歳、あと何書けばいいんだろう。身長、じゃあ俺も初見です。あれ、なんか見たことある名前なのに、あれれ。アキメタルさん、焦らないで楽しみましょう。ありがとうございます、優しい。今日も可愛いユニコちゃんの配信楽しみにしてました。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、中学2年生、ちょっと今カキカキしております。年齢と身長と何を覚え、ワク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 、アニャみたい。かわいいよ、ありがとうございます。あ、じいさん、かわいい、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、おかしいな。1年経って少し大人になっちゃって、よりかわいくなっちゃったね。ありがとうございます。大人っぽくなりました。いや、もう本当に私、このショールーム、あ、違う、4期生のオーディションのショールームを始めた時は、私のことなんか誰も覚えてないだろうなって思いながらやってたんですけど、でも意外と皆さんが覚えててくださって、本当に嬉しいです。ありがとうございます。体重わら、やめてください。言ったじゃないですか、体重はリンゴ30キロ分だって。覚えててくださいね。そうなんです。のっちさん、身長まだ伸びてるのかな。あ、伸びましたよ、去年から、去年から4センチも伸びました。成長期じゃないのに、もう止まったって、あれ4センチじゃないな、4センチか、4センチぐらい、そう、止まったって絶望してたら、なんかちょっとずつ伸びてきてるんですよ。もう、あれ、まだ自分行きますみたいな。まだ新潟市出身ですので、古町近所のお寺にお墓参りに行きましたが、暑かったです。暑いですよね。あ、そっか、今お盆だから、お盆終わったけど、そっか、お墓参りの時期ですね。リンゴ30キロ分は30キロなのよ。そうですね、そう、リンゴ30キロ分のユニコちゃんです。去年はまだ子供っぽく見えたけど、1年経ってとても可愛さがマシマシのマッシーになった気がする。マッシーさん、マシマトホさん、あら、大人っぽくなって。南川先輩に近いくらいか。身長がですか？ん？身長、南川先輩何センチ？え、めっちゃ高くない？体重は秘密ね。リンゴ30キロ分。身長かな。こんばんは、こんばんは。コイ、コイティ、コイティさん。こんばんは。13歳ならまだまだ伸びますよ。あ、ありがとうございます。どこまで伸びますかね。30キロなの。身長が、あ、身長、あ、身長が、待って、身長が、身長が、ちょっと待ってくださいね。あ、身長が、あれ、え、南川遥さんって何センチですか。
あれなんかめっちゃ身長高いイメージなんですけども、私162センチ。山直さん、3期生オーディション配信の時リコーダー吹いてましたよね吹いてました。よく覚えていらっしゃいますね。持ってますよ今も。吹いたんですよ一回、ちょっとだけはるちゃんで164号ぐらいかな。あ、やっぱりすごいスタイルがよろしくて、私162ぐらいです。私もそれぐらい伸びれるかな。その年で162は学校でも大きい方だよね。そうですね、ちょっと大きめの方かも。でも最近なんかみんな周りが伸び始めて、ちょっと今危機感を覚えています。越されないかなって思って、伸びないで小さいままでいてほしいどうでしょうね、どこまで小さいままでいてほしい。NGT1 が杉本萌ちゃんで、その次がみゆみゆはるちゃんだから164ぐらいだったはず。そうですね、もうあのお三方はすごくスタイルが良くて、もう憧れます。憧れる憧れる。もう横並んだらもうちょっとスタイルの差がすごいことになっちゃいそう。スクショして 画像保存してます。あ、ありがとうございます、イエーイハートとか作ってみたいけどちょっと照れちゃう可愛いから大丈夫です、ありがとうございます。ユニコちゃん、すでに私より背が高いからな。あ、そうなんですか、勝った勝ったあれ、ナオコさんは何センチなんですか。何センチなんだろう、気になるな勝ってたんだ。そう、ちょっとおしゃべりばっかりしてちょっとカラオケをやろうとしたのに忘れていたゲイ、あれ、ここに、あ、いた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 。去年160ぐらいとか言ってたから165あるのかと。あれ、私160ぐらいあるって言ってました。あ、じゃあ2センチしか伸びてないじゃん。え、去年160ありました、嘘、マジか。157です。お、7センチだったんだ。あ、5センチかった。そうなんですね、でも同じぐらいですね。去年の配信を見てるから今回こそチャンスをつかめることを願って。 ありがとうございます、ありがとうございます。何歌うか決めてるの。やっぱり好きなのがシャーベットピンクなので。160って言ってたよ、あれあれ160だった、記憶が曖昧すぎ。僕中2出ました、干しました、止まりました中2で止まりました。まず何から歌うの。どうしましょう、皆さん何がいいと思います。あ、できたできたできた、どうしましょう。この前のゲリラ配信でシャーベットピンクは歌ったので、どうしましょう、シャベットピンクからにしますか。シャベピガラで、あ、ありがとうございました。シャベットピンクにしましょうかね。シャベピでいいのでは。じゃあそれにしようと思います。じゃあユニコちゃんのおしめん様の曲は、あ、ラーメンワンダーランドですか。あの曲いいですよね。私あのアレクサで、え、待って、歌えるかな、不安だな、歌えるかな。カラオケ入ってない方、あ、そっか、入っていないのか。あー、入れましょう、1ヶ月後にはちょっとショールームの方にお願いして。カラオケにあるかな、あるかな、ないのかな。ちょっと推しメンを書くの忘れていた。ちょっとななみんさん書かないと。ちょっと、あ、申し訳ない、またマイクを投げてしまった。ごめんなさい、マイクの扱い方が雑すぎる。ちょっと大塚ななみさんって書いたら、あ、
の似顔絵はどこ行った？今机の上に貼る。え、貼ります？ちょっと失礼かなと思って剥がしたんですけども、貼った方がいいですかね。また書こうかな。推しメン、推しメンななみさん、推しメンななみさんです。ななみさん、ユニコー、あ、俺がマルサさん、こんにちは。ユニコー、そういえば謎のキャラクターの絵もなくなった。謎って言わないでください。ユニコちゃんです。ちょっと持ってきますね。謎のキャラクターって、ぐしゃってしまう。黒髪つやつや、ありがとうございます。お風呂上がりからだかな。ユニコちゃんだった。忘れないでくださいよ、ユニコちゃん。そう、私の名前もユニコで、この子の名前もユニコっていう。え、高いんですか？え、これ高いんですか？これ星の読み方がわからない。あれ、あ、そっか、身長、身長、身長162、ちゃんと書かないと思う。あまりにも今回なんていうの、自己アピールというか全然してなさすぎて何も話してないんですけど。はるちゃんさん、こんばんは、こんばんは、ユニコでーす。よ、ななみさん、ななみさん、ここの方が見やすいかな。私の書いたななみさん2号、これでも真面目に書いた方なんです。真面目に書きましたよ。OK、 いいですか。1年前と声変わってるの感動。あれ、声変わってますか？低くなった？高くなった？低くなったかな。あれ、いや、あ、いや、こう声変わりした？マジ？あ、自立してないユニボー。よっ、あー、自立をしなさい。 OK、 よし。話しすぎてちょっと30分も経ってしまったので、ちょっとパパッと歌っちゃわないと思う。ユニボーダメした。お、ジャンボさん、こんばんは、こんばんは。今からシャビピを歌いたいと思います。歌いますね。ユニボーお疲れお疲れかもですね。もういつもそんな人目にさらされることもなく過ごしているのでね。あ、じゃあいきますね。シャビピ。あ、くるくるしている。わあ、なんかマイク食べてるみたい。あ、くるくるしている。あ、できた、できた。あ、あ、
幸せだ様で。あ、ゴーチューさん、ミランボールありがとうございます。これ声でかくないですか？こんぐらいかな。わあ、こんぐらい。カラテさん頑張ってください、ありがとうございます。ちょっとこれ、そう、この前のゲリラ配信で音割りしすぎてるっていう事態があったので、そう、音がどんぐらいなもんかちょっと気になってですね。あ、こんばんは、とりやすさん。あ、こんばんは、こんばんは。青春時計パチパチ、ありがとうございます。じゃあ次は青春時計に行きましょうかね。ちょっと私8時まで、そう、中学生なんで8時までしか配信できないの。大人になる前に聞きたい。あ、じゃあちょっと、じゃあ青春時計大人になる前にみたいな感じで歌っていきます、歌っていきますね。青春時計、青春時計、最初一人で歌うの難しいですよね。いい、歌えるかな。青春時計、あ、出てきた。ちょ、お、だるま、ありがとうございます。お、だるまが、だるまが、ここにだるまがめっちゃいる。ありがとうございます。青春時計いいね、ありがとうございます。一人だと息が続きますかね、どうでしょう、大丈夫かな。中井理香さんが一人で歌、おお、バグったバグった、一人で歌ってるのを見てもすごいなって、すごいなーってずっと思ってた。かわいいし、かわいい、すごい。よし、じゃあ歌いましょう。一回だけ鼻つまんで話していただけませんか、お願いいたします。なんか他の人の配信にもそれ言ってませんでした？ 鼻つまんに声が好きなんですか？ゆりこです。ゆりこです。ゆりこさんです。 LGT48 オーディションを受けている、ナンバーエントリーナンバー5番ユニコさんです。13歳の中学2年生です。あれ、鼻つまでは無視した方がいいよ。あれ、だいぶやっちゃってます。あれ、面白いからいいです、面白いので。はい、おしめは大塚七海さんです、よろしくお願いします。はい、ということで、いや、面白かったですよ、ありがとうございます。はい、じゃあ次は青春時計を歌わせてもらいたいと思います。いきます。春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで、君は全力走ってゆくよ、風は後から追いかけてゆくよ、どうしてこんなに眩しいんだろう、息が続かねえ。うわ、すげえ世界陸上。今は東の通学路と遠くでいい、何も始まらなくていい、声かけず一瞬だけ君と会いたいんだ、チクタクチクタク、知らぬ間に時計は刻んでる、焼きながら過ぎてく日々、いつかこの日を思うのだろうか、ああ今叫びたくなる感情こそが青春。あ、赤で止まった横断歩道、体を丸めて膝に手をつき、息を弾ませ空を見上げて、汗の雫をそっと拭った、青になったらまた飛び出して、ポニーテールがジグザグ揺れる、僕はきっと思い続ける、桜の木アラミラツロートも。何も吹かなくていい、疲れず永遠に僕は守りたい、チクタクチクタク、ときめきの時計が錆びるまで、本当の願い隠したこと、いつかどこかで食えるのだろうか、ああ
つだってこの角で偶然予想いすれ違うなも知らぬ憧れの君と一緒に僕も走る。ベビースターさん、こんばんは。こんばんは。チクタクチクタク知らぬ間に時計は刻んでる輝きながら過ぎてく日々いつかこの日を思うのだろうか。ああ今叫びたくなる感情こそが青春。チクタクチクタク針のない時計は止まらない。こんなに好きになっちゃうなんて想像しなかった。ああでも何もできない思い出こそが青春。ガードレールをぴょんと飛んで君は全力走ってゆくよ。風は後から追いかけてゆくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう振り返ったら青春。走り切りました走り切れたのかこれはありがとうございましたちょっとたびたび苦しい場面があったんですけれどもどうでしたああ頑張った、ありがとうございます。一瞬見せたチクタクの振り付けの時に人差し指めっちゃ可愛かった、ありがとうございます。イエーイ、チク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 、このチクチク可愛いですよね。チクチク超可愛い。大丈夫頑張ったね喉大丈夫じゃん。痰が絶まりやすいですかね、ちょっと大丈夫ですか。パチパチ歌えないかいなお主ありがとうございます。そう、もうカラオケでもう予約のところ全部 NGT さんの曲をブワーって入れてもうめっちゃ歌うみたいなやつもハマって、ハマってっていうかもう可愛すぎて曲がずっと歌ってましたからね。つぐ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 可愛いつぐみさん、つぐつぐ、じゃあつぐつぐで大人になる前によ。つぐみさんは可愛さの塊歌い方ちょっとつぐちゃん似てる。本当ですか。え、振りすぎてちょっとつぐつぐが出ちゃう。ちょっとやだ、もうつぐみさんもっと可愛いのにちょっとそんな使い方した。つぐつぐ、あー可愛い、つぐみさん可愛い大人になる前に歌いますかね。ちょっと待って、不安かも。途中が不安なんですよね。行きますかね、ちょっと歌ってみようかな。ひどすぎたらちょっと大人になる、なるじゃね、なるって言う、なる前によし。つぐつぐさん、うん、青春時計といえばあの別の最後のシーン、 MV の最後のところめっちゃ良かったですよね。振り返るみたいな、かわいい、かわいかった。飲み物飲んだ方がいいのではですね、ちょっとちょっと用意してないつぐちゃんマスコットみたいにかわいかったよね。かわいかったですよね、超かわいかったです。いやまたバグってる。あ、バグってますか、大丈夫ですか。配信の時は飲み物必須だよありがとうございます、教えていただいて。このアイコンつぐちゃんだったり、あ、本当だ、いや可愛い、入れてつけてみようかと。あ、え、春猫さんいいんですか。え、ユニコーンつけてくださった。飲み物あらないんですよ今、ちょっとクラクラの席メニューに完璧だった。え、可愛かったですね。私あれが好き、はっきり言ってほしい、超可愛い。あれ、あ、初期面じゃないかな、初期面、ユニコーンが好きなの。はい、ユニコーンが好きで、お名前をユニコちゃんと申し上げます。ユニコちゃんと申します。そうなんです。え、待って、それしたい。何、
何ユニコーンマークがなんて言えばいいの、なんか通じに言えない、はっきり言ってほしい。歌える、あ、歌えますよ。ユニコーンが出てきたから、あ、嬉しい。ユニコーンがついてると超嬉しい。え、ちょっと待って、大人になる前にがちょっと不安なので、はっきり言ってほしい。歌っていいですか。ちょっとつぐつぐって時々やりながらちょっと歌っちゃおうかな。ごめんなさい。超かわいい。あ、あった。イエーイ。この曲を歌える日が来るなんて。じゃあ受かったら劇場公演とかにユニコーンのぬいぐるみ持ってくる。ありがとうございます。ユニコーン。みんなユニコーン持ってくる。はい。じゃあ、おー、またバグってる。あれ、私だけかこれ。たびたび画面がバグるんですけど、皆さん初見です、ありがとうございます。こんにちは。ユニコーンつけた、あ、ありがとうございます。お茶さん、こんばんは。こんばんは。ユニコーンつけた、ありがとうございます。ユニマルくんに敬意を表して。ありがとうございます。あ、なここさんもユニコーンつけてくださいありがとうございました。春床聞きたいな。あ、春床も歌おうかな。ちょっとユニボーどこかに売ってるかな。ユニボーは世界に一つしかないんです。ユニマルって誰？ユニボーのことかな。ユニマルって候補もありましたよね。そう、この子がユニボーって言うんです。ユーキャッツは得意だから任せて。あれ、ユーキャッツって言いましたっけ。私なんで分かったんだ。この子、私が初めてレベルのユニ UFO キャッチャーで取れた子。そう、私が引き寄せた子、ユニボーだわ。じゃあちょっとはっきり言ってほしい、歌いますね。はい。はっきり言ってほしい。ここだけ覚えた。かわいすぎ。ゆりちゃんかわいすぎて、見てみたいから。待って、見てたらちょっとどうしよう。受け取ったのすごいな。そう、初めて。仲のいいみんなと集まっても、あたとなんとなくぎこちなくて、目と目あたび視線外して、二人はよそよそし、きっとあの日からおかしいんだ。花火大会の帰り道でと気づいたら、私たちはぐれてた。あの夜味方なんか来たから、ちょっと咲きすぎたかな。ギターの花を切れちゃって歩けなくなって、おんぶしてもらった。つぐちゃんの見ててもおかしくない。隠しした色すぎるその背中、あなたの首、両腕でしがみついて、幸せだった友達でいい方がいいのかな、なんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない。あ、うつんさん、ハートとミラボール、ありがとうございます。あ、ミラボール、ミラボール、ありがとうございます。台湾インドリーさん、はじめまして、はじめまして、ユニコです。あ、いいね。特別な感情のつぶやきは誰にも聞かれたくない、自問自答、あんな一言言っちゃったこと、ちょっぴり後悔中だって。風のテーブルでさえあなたの隣をひとひと出して、なんか変だと周りから不自然に見えそう。誰と誰できてる噂話してる時、急にあなた立ち上がって発表し始めた。あの夜の秘密を、好きなんだこいつのこと、指さしたその先に私がいて、焦ったよ、どんな顔をすればいい。
ありがとうございます。ヨネシーさんこんばんは。あ、ペライトありがとうございます。ペライトありがとうございます。はっきり言ってほしいのって思ってたけど、みんなの前でなんてもっと好き好きだって言えること、幸せなことなんだ。勇気出して言ってみよう、恋してる人よ。スピンク私がつるちゃん色で、 ありがとうございます。嬉しい。ミラボールもありがとうございます。その背中、あなたの首、両腕でしがみついた。幸せだった、友達でいる方がいいのかな、なんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない、まだ聞いてない。欲しい。めちゃくちゃ声つぐちゃんじゃん。え、待って、本当に嬉しすぎる、嬉しすぎるんだけども、ありがとうございます。ごちゅうさんミラボールありがとうございます。歌声めちゃめちゃ好き。あー嬉しい。ちょっとてるちゃん、ワンダフさんいいね、ありがとうございます。あ、じいさんかわいい、ありがとうございます。ミラボが画面にぴったりだね。そう、キラキラで嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、次何歌って言ってましたっけ。あ、春床だ、春床。そう、ありがとうございます。この歌声好き。あー嬉しい。もう私もこのなんていうの、パフォーマンス動画もう好きすぎて、もう超可愛いみたいな。え、てかあの公演じゃない、間違えた、劇場のあの外側のガラス張りのところみたいなところあるじゃないですか。そのガラス張りのところに、そのはっきり言ってほしいの衣装があって、もうなんか初めて見れたこの喜びみたいな、超嬉しかった。ちなみに大塚奈美さんはサンリオのハンギョドン好きで。そうなんですか。私もサンリオ大好き。え、待って、ハンギョドン、え、いや、もう、あ、いや、サンリオ私今ハマってるんです。え、もうハンギョドンしか買いません、これから。え、ありがとうございます。あ、小型の大型さん、こんばんは、こんばんは。じゃあ次は春床歌ってみたいと思います。春床、春はどこから来るのか。あれ、はてな、あれ、春床あるよね、はてな、てな、あれ、あれ、春はどこから来るのか、あれ、待って、まさかのカラオケにないとかあります。え、あります、ハンギョドン楽しいな。あたふたあたふた、あれ、じゃあ受かったユニコーンとハンギョドンのぬいぐるみ持ってき、あー嬉しい。あの、あれ、ありますよね、春はどこから来るのか。だって他のショールームの人歌ってた気がするもん。あ、言っていた、いた、いた、来た、来た。感じが違ったのか。あ、さすがにあると思う。ありますね。ちなみにサンリオならいろんなぬいぐるみ持ちにある。サンリオ可愛いですよね。今持ってないけど、うわ、また画面がバグった。バグること多いですな。そう。ななみさん、あ、じゃあ春はどこから来るのか。何という感じ、間違えたの？いや、間違えてないですよ、さすがに。何を間違えたの？あー、イエーイ。歌えるかな？ふわふわ、ふわふわ、分かった。風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。
僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないままクラスメートの一人で仲悪くなんかないけどそんなに親しいわけでもない。結構クネルです。遠くから思ってるのに一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか恋の足音だ。 Oh yeah Oh yeah 春はどこから来るのだろう。だってね不思議じゃないか木枯らしに届いてたのにある日突然気づかんだ。桜の桜の木がいくつか芽吹いてることにそういう感じでやってこないかな僕たちの春。うん、お、ひなた見てるの。風はやがて吹き始めて何か思い出したように。ブラウン男子のベランダで洗濯物も揺れている。地球が回っているから季節はまた巡るだろう。君を直しになって何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ胸にしまっておく。 Oh yeah Oh yeah 春はいつ頃来るのだろう。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし。ごめんなさい、おじさん、こばわこばわ。緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春。わいせつだったわ。あ、腕？これ？これだ。花の花びらが舞う。舞う。どんどん指でつまみ君にあげた春がどこからやってくる。恋はどう始まるのだろう。いつの間にか好きになってる。どういうきっかけかなんていつだって覚えていないし。少しずつちゃんと見ていたかったのに。 ありがとうございます。もうちょっと変えたよ。気づいたら春がどこから来るのだろう。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし。そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春。 NGT の曲初めて、いや歌ったことあるんですけど、アマンダちゃんとずれてしまいました。間違えちゃった。このサビの振り付けかわいすぎた。ありがとうございます。でもこの MV のサビに入った瞬間のアイドル感やばいですよね。超かわいい。あと柏木由紀さんのよかったねのところ好き。よかったね走ってますのところあそこあそこ好き。19時56分で、あ、ありがとうございます。あら、ちょっと次の曲が最後になってしまうかもしれないんだが、どうしましょう。そろそろ時間だよ。あ、そう、ちょっと前回前々回はちょっと歌い慣れてないのかなと思っただけで、そうですね、ちょっとずれてしまいました。よく覚えてるな。そう、ちょっと前回そのバイバイできずに終わってしまったので、ちょっと今回はちゃんと、そう、ゆきりん卒業発表したんで、え、待って、ゆきりん卒業発表した？
じゃあマックスときをマックスときを歌います。聞いてない。噂あったよね。はじめまして240さん、ランキング読む時間ある。待って、どうしよう。歌いながらランキング言いますか。あー、またバグった。待って、歌いながら閉めますか。そうですね、そうしましょう。ありがとうございます。よし、落ち着いて、落ち着きます。ありがとうございます。ちょっとユキリンさんが気になりすぎて、待って。あ、そうですね、ありがとうございます。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に満ち、待って、59分50秒、待って、団長読みますね。10位 N 佐野さんありがとうございます。12位ガーガーさんありがとうございます。12位マミさんありがとうございます。10位ノッチさんありがとうございます。9位アッキーさんありがとうございます。8位ゴマドフさんありがとうございます。ニコールありがとうございます。7位まで読んだ。7位ミコさん、7位藤井さぎさんありがとうございます。6位アキヒロさん、ありがとうございます。